無農薬無施肥でも立派なアスパラができております。大人の指ぐらいあるよ。今日はアスパラの話をしていきます。ちなみにこのサイズになるのにだいたい3年以上5年ぐらいかかります。あの一株だけじゃなくてもね、ここに 1,2,3,4 株くらいかなありますが、実はこのラインに植えてあったやつが枯れたりもしてます。ちょっと難しいところあるね。生えてくると嬉しい野菜ナンバーワン、だんだんどうもカビです。ということで今日はアスパラの話。これね、ここ生えてます。でこれがですね、過去一番太くでかく出てきたアスパラですね。こいつはね、おそらく種から栽培して数えたら6年目くらいだと思う。おそらくね、ちょっと詳しくは忘れました。でここの場所に植え替えてから多分2年目なんですよ。というのもここの隣、ここ育苗用のハウスなんですけれど、これを移し替えたのが確かね一昨年ぐらいだったと思うんで、でその後にここに移植したんですよ。あれこれちょっと動かしたん でその時はすでに根が発達した状態を掘り出してそれを植え替えました。でまあ、この後話しますけど、アスパラって生育に収穫できるサイズになれば大体3年ぐらいかかるんですよ。種を、撒いて、で最初生えてくるのってちょうどこの杉菜みたいな感じ。まあ、実際この辺に今ちょっと、どれぐらいのサイズ感かを出しておきますけれど、1年目はまあこんなもんで、でそれが2年目ちょっと太くなって、で3年目でようやくまあ食べられるかなっていうサイズになります。はい、でそうやって、とにかく食べられるようになれば3年ぐらいかかるんですよ。なので種から育てるとかなり時間がかかるし、でちょっとね栽培にもコツがいるので、なかなか家庭菜園初心者さんには種からやるのは特にハードルが高いんですけれど、ただね一度、そこに根付いて育ってしまえば、あとは結構オートマティックに生えてきてくれます。ただそのオートマティックに生えてくるにあたってもコツがあるので、その辺をちょっとお話ししていきます。はい、で今更ながら当然無農薬無施肥でございます。はい、これがなかなかすごいんじゃないかなっていうところなんですよね。でもアスパラも肥料食いと言われている野菜の一つらしいので、で私はアスパラの栽培のことをよく知りません。はい、本当にね、全然まともに調べずに適当にやってて、まあ、ここまでできるようになったというか、まあ、実際枯れちゃったものもあるんですけれど、まあこの適当にやってもその根っこがある程度成熟さえすればもう自然にできてくれるくらいの野菜です。そして美味しい。おそらくね、この味に関してはやはりその無施肥の効果が出てんじゃないのかなと思います。まあ柔らかいのと、その全然えぐみ苦みないんですよ。なんなら生でかじって美味しいぐらいです。時々私この草整理とか手入れしてる時にパキって折っちゃうんですよ。この生え際のやつわかんないん でそれもったいないからそのパクって食べるんですけど美味しい。はい、でじゃあですね、この栽培方法についてお話をしていきます。まあ種もねまた買ったので、それで実際この4月ぐらいに撒いて育苗してから言おうと思います。ちなみにあれは種から育てたやつです。で種をまた買ってきたんですけど、内容量を見ずに買ったらたった10粒で550円。高い。まあ、とりあえずね、種から育てていくやり方も説明します。でこのね、育苗するときは畑に直巻きはこれはおすすめしません。なぜかというと、とにかくね、そのまず種が高かった。もったいない。一粒50円ぐらいですね、あれ。苗屋さんあの種屋さんで買ったらめっちゃ高い。でちょっと種がもったいないっていうのと、そのとにかく最初の発芽って芽がちっちゃいんですよ。ほんと発芽したときってこの杉菜なんですけど、これ杉菜のこんな感じ、こんなのがひょろっと出てくるんで、なので、他に草の種とか入ってない育苗培土、培養土を使って発芽させて、で、そのまま育苗ポットである程度ふわふわ苗に育てます。で、これを、発芽して、苗になって畑に植えてもいいんですけど、畑に植えるよりは、1年目は、プランター栽培とかの方がおすすめします。なぜなら、この、茎が弱いんですよ。で草に埋もれてどこに行ったか分かんなくなりやすいです。実際私もよくこの自然の畑に定食し、苗になった1年目のやつを定食して他の雑草に埋もれてどこに行ったか分かんなくなり消えてしまうっていうことを結構最初の頃やったので、なので1年目は、まあ、できるんだったらプランター栽培などで、育ててあげる。そして出てきた芽は1年目は絶対食べない。食べるとこ全然ないんで、
で、しっかり葉っぱを茂らせて光合成をして根っこにその養分を蓄えさせる、とにかく根っこを発達させる段階です。はい。で、それが、冬になったら枯れますんで、まあ、枯れた地上葉刈り取って、土に返しても何でもいいんですけれど、そうやって、発達させます。で、2年目もまたプランターで栽培してもいいと思うんですけれど、まあ、地上部が枯れたタイミングで一度掘り出して畑に植えておいて、でどこに植えたかをちゃんと分かるようにしておいて春を待つ。そうすると2年目は畑で根付いてちょっと太くなった芽が出てきます。でこの2年目のやつも食べずにそのまま茂らせてください。はい。で茂らせてあげて、さらにその根っこに養分を蓄えつつ、畑の土に根っこが馴染んでいけばいくほどよく育ちます。はい。で2年目も、上に茂らせた葉っぱでをしっかり光合成させて太らせてあげる。でそれで3年目を迎える春の前、そうだ、2月ぐらいがいいかな。2月だったらまだ芽出てこないで、2月ぐらいの時にハマナヒモアとか持ってんだったら一応上をガーッとかけてあげてもいいです。はい。で、まあ、上に茂っていた雑草をもろとも粉砕して、こんな感じで、置いてあげる。するとこれもまた養分になるので、で、そうやって3月の、まあ、これ気候によるんですけど、3月の中旬ぐらいから、今ここに画像出しますけど、これぐらいのやつがニョキニョキと出てきます。はい。で、その3年目になって、ようやく食べれるサイズができるんで、ここで、いよいよ収穫です。で、収穫するのは、そうだな、地上、30センチぐらいになった時かな。20センチか30センチぐらい。うん。柔らかくて美味しいんで、それで、まあ、地際よりももう少し、地上からそうだな、多分ね、10センチぐらいのところから切った方がいいかな。これどうも地際できると、そこから、まあ、割れたり、傷んだりして、そのまま根が腐る可能性もちょっとあるので、あ、ここに新しいの持ってる。うん。ちょっとこの辺はわかんないです。私適当にやってるんで。まあ、でもね、あんまり地面ギリギリは少し上で切ってあげてます。で、ここで大事なのが、生えてきたやつをすべて取っちゃうと、もうどんどん痩せていきます。はい。嬉しくなって全部収穫しちゃダメです。はい。だから、まあ、生えてきて、できれば、まあ、5本ぐらい残した方がいいっていうふうに、ツイッターで見たんですけれど、まあ、せめて3本ぐらいは、そのままずっと伸ばしてあげるのがいいんじゃないのかなと思います。最初食べたいけどね。だからそうやってどんどん光合成をしっかりさせて養分を蓄えてあげればあげるほど太いものが出てくるのが早くなるし、次のシーズンよく出ます。ちなみにですね、春のこの3月から4月にかけてニョキニョキ出てくるのが春のシーズンと、秋にもね結構出てくるんですよ。この今これなんていうでしょう、このアスパラの先端でこのままこう広がっていって一個一個が葉っぱになります。で葉っぱになって種をつけて一旦茂って枯れるのがどうだろうな、夏過ぎぐらいに一旦枯れるんですよ。勢いがなくなってね。うん。で、その時にちょっと片付けを、上が茂ったままでも、秋ぐらいになると、この生え際から新しいの出てきてるんですよ。うん。ということがあるので、一度、夏終わり頃、葉っぱの状態の勢いがなくなったところで、上を刈り取ってしまってもいいんじゃないのかなと思います。そうすると新しいやつがまたニョキニョキ出てきて、で、それを食べてもいいんですけど、そいつを光合成させてあげると、また翌年の春。いいのができます。で、残すんであれば、太いやつよりも細めのやつ残してあげてもいいんじゃないかと思います。同じところから生えてくるんだったらね。太いやつは食べてしまった方がいいじゃないですか。もったいなくない。うん、で、細いやつも、そのまま放っておけばどんどん葉っぱを茂らせるんで、うん、これ太いやつを残した方がね、太い葉っぱ出るような気もするけど、ただね、あんまり太く広がっても、これ、今度風を受けやすくなるんで折れるんですよ。うん、なので、それもったいない思いするよりは、まあ、太いやつ、こいつはもう食べちゃおうかなと思うんですけど、取って食べて、で、ちょっと細めのやつだけ5本前後残して、しっかりとこう広げて光合成させて、次のシーズンのための、養分を光合成して蓄えてもらう。という風にやっていくといいです。ちなみにアスパラはですね、寿命がね、15年ぐらいあるらしいんですよ。うん。なので、一度根付いて、しっかり成長し始めたら、10年間ぐらいはいいやつが取れるんで、だからこそ、あんまり植え替えせずに、もう、ここって決めた場所に植え続けるのがおすすめです。それで、耕さなくていいので、とにかく地上部の草刈りだけしておけばいいんですよ。うん、でその草刈りのやり方で楽だったのが、その、春、2月頃の、ハンマーナイフまで一気に刈り倒してしまって草マルチにする。そうすると、この3月頃からニョキに変えてくる。で、3月の頃ってまだ他の雑草が茂れないので、分かりやすいんですよ。でこの時期だったら草生もしやすいので、でそうやって残す、アスパラ、
葉っぱを展開させる分の茎が残って広がる頃にはアスパラってかなりでかくなるんですよ。だから他の雑草に負けなくなります。そうなったら、まあ、地上部は、まあ、草刈り機とかでもいいので、刈り取っちゃう。で、また、地上部が、赤い実をつけるんですよ。花を咲かせた後ね。で、赤い実の中に種ができるんですけど、そうするとまたこの辺からね、新しい、アスパラが秋頃、いつだったかな ?9 月か、そこだったかな出てきます、はい。で、それが寒さで枯れるのが大体11月頃なんで、その頃になったらまた浜の方までガーッと粉砕して片付けてしまった方がいいかな、残しといても邪魔なんで。で、また、2月ぐらいになったら冬草がちょっと茂ってたりするんで、そいつもね、刈り取って土に戻してあげるっていうサイクルを繰り返してあげれば復興期、まあ耕した方がいいです、ずっと取れるんじゃないかなと思います。はい、であとコメントでいただいたのが、露地栽培だとその枯れ茎病っていうのかな、病気出ないんですかって言われたんですけど、出ないですね、私のところの場合。はい、まあそうだな、だからとにかく、ね、植えた根、移植した根、2年目3年目以降の根がちゃんと土に活着して馴染んで、あの養分を蓄えるだけ光合成ができれば、その後はあのいい感じにできます。ということで、馴染むまではちょっと気を使う野菜なんですけど、馴染んでしまえばあとはね比較的楽にできるし、私がやった感じで無農薬無施肥でもこんな感じでできるのでいいんじゃないかなと思います。ただその植える場所、植えるところの地がそもそも養分が少ないんであれば土作りはしてあげなきゃいけないんですけどね、はい、草を抑えるためにマルチ張って栽培ってのもいいんですけど、まあ、そのマルチを張ると土の自らが超える力を奪ってしまうので、まあいまいちかなと思います。はい、これはね、何を目的に栽培するかなんで、まあ、自給用、自分たちのお楽しみ用に栽培するんだったら、むしろマルチとかは使わずに、この自然農に近いやり方ってやった方が、まあ、結果的に楽にうまくいくんじゃないのかなとはちょっと思います。はい。ということでね、今回この辺でアスパラの話を終わろうと思います。いいかな。そう、苗作りは、その、夏野菜との苗作りと一緒です。育苗ポットにピンセットで1個ずつつまんで種まいて、袋してあげる。で、袋の厚みは大体、まあ、1センチぐらいでいいかな。種、ちょっと大きめなんで。で、水やりしてあげると、結構発芽に時間かかります。2週間から3週間ぐらいはかかります、確か。4月ぐらいの種まきがいいです。4月はまだハウスの中の方がいいんだけど、まあ5月ぐらいになったら、露地でも発芽はしやすいとは思うんですけれど、まあ、なるべく保温してあげた方が早く芽が出てくれると思います。はい。ということでよかったら、アスパラの栽培やってみてください。もちろんね、今、苗で売ってたりもします。一株、多分あれ2年目とかのやつだと思うんですけど、一株200円、300円くらいかな ?2、300円で売ってます。あと、でっかいこういう乾燥したようなこのもじゃもじゃの苗、根っこ。もう、ホームセンターとかで、あれ500円前後かなとかで売ってるんで、そういったものを植えてもいいです。はい。まあ、ポイントは、もう一度植えたらなるべくそこで育てる。うん。掘り出して移植はできるんですけど、掘り出すと広がっていた根っこをぶっちぎってしまうことになるので、一旦弱ります。はい。ということがあるので、とにかく根っこを健全に広がれる。で、水はけ大事ですよ。その、常に土の中に根っこがある状態なんで、水が溜まって、根腐れするような、畝の高さは、気をつけてください。たまに浸水するぐらいは別にいいんですけど、まあ、水の抜けが悪いところは良くないと思います。はい。なのでいいかな。はい。ということで、この辺で終わります。アスファルね、何して食ってもうまいけど、まあ、バター醤油炒めがやっぱ最高かな。うまいですよ。はい。ということで、今回もここまでご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画で失礼します。ちょっとおまけに隣のね、これ映そうかな。これもね、需要があれば動画にしようかと思ってるんですけど、これが、茎ブロッコリーで育ててた予定の、パープルスパイリングだと思って育てていたんですけれど、なんか違うのが出てきたよって話ね、この辺。で、これ、ツイッターとかで書きましたけど、プチベールっていう、その、なんだっけ、芽キャベツとケールの掛け合わせた野菜に似てるんですよ。ただ、うちの、それはね、その、どこだったかな、その、開発した種苗会社さんかなが全権利持ってるんですけど、うちのやつはですね、まあ、勝手に交配してできたやつで、芽キャベツとブロッコリー、だと思います。多分ね。うん。なので、芽キャベツケールじゃないんで、それとは別品種ではありますね。これもね、固定できたら面白いんですけどね。なんせ雑種なんで、形質変わります。はい。食べてみても美味しいですよ。このね、菜花。茎ブロッコリーと菜花の中間みたいな状態。はい。もっと早いうちに取れば、非結球型の芽キャベツみたいな感じで食べれるんですけどね。はい。でもね、引き続き種取ってみます。
はい、種からまいて育てて2年目でだいたいこれぐらいになります。1年目はね、ほんとね、こういうのがピロピロ生えてきて終わりなんで、しっかり茂らせてから、しっかり茂らせて、光合成させて根っこにね、養分蓄えさせることで、2年目にはこれぐらいになり、3年目で、ようやくどれぐらいかな、3年目でね、これぐらい、3年目でこれぐらいのやつができたら、まあ、十分よくできてるって感じです。で、4年目、つまり丸3年経ったら、だいたいこれぐらいの、まあ食べれるかな、売ってるアスパラに近いぐらいのやつが出てくる感じですね。はい。で、5年目ぐらいになってくると、こういう太いやつ。これね、ちょっと伸びちゃったんだけど、出てきて、取れるようになります。でね、ここの手前のやつが一番太くて、その手前、ここにも今ね、1個出てるんですよ。ここに2株かな。紫アスパラを育てたと思うんですけど、多分ね、こっちが紫アスパラで、で、こっちがメリーワシントンっていう、まあ一般的なグリーンアスパラですね。これらはいずれも固定種です。で、この前買ってきた、一つ50円もするやつ。あれも、おそらく固定種。何も書いてないんで。はい。さあ、増やしていこうぜ。なんかね、友達に分けられるぐらいね、アスパラもね、育てられたらいいんですけどね。なかなかね、たくさんは取れない希少品なので、はい。アスパラは高級品ですよ。かわいいね。こいつを今、ね、展開して、葉っぱを茂らせて、光合成させようとしてますね。